早速なんですが、ハヤセプロの基本のフォームの作り方ってありますか？いや、あんまり特に。うん、そうですね。なんかフォームあんま気にしてない？そんなには気にしてないです。なんか結構その年によって違うし、やっぱり海外の映像とかもよく見るんで、はい、勝手に混ざってきちゃうっていうか。なるほど、はい、入り方とかもかあの関係ないですか？入り方は一応ちゃんとなんか後ろから入るようにとか、まあ、ちょっと一応気をつけてますよ。 あんまり横から入らないようにとか、そういうのは気をつけてますし、ウォークインって言われるやつを、はい、まあ、一応しようとはしてます。はい、他何かありますか？特にはね、それぐらい。そうですね、フォームに関してはそれぐらいです。でもまあその年によって研究していることが変わるんで、例えば今だったらグリップを少し内側に入れてみようかなとか、はい、まあ、そういうのをトライしている時もありますし、うん、っていう感じかな、はい、フォームに関して。わかりました。じゃあ早瀬プロの多い球の狙い方、はいはい、仮にこういうやついやらしくないですか？なんかこう微妙な、まあ、いやらしいですよ。もうこの辺は全部いやらしいんじゃないですか。これなんか狙い方ありますか？どうやって狙ってますか？インパクトの時に手首が逃げないようにはしてますかね。これやっぱり、はい、イメージ通り狙うと、はい、入るか薄く抜けるかじゃないですか。なんかちょっとリズムがおかしい時に厚く飛ぶだけですよね。基本は入るか薄く飛ぶんですよ、はい、なので薄く飛ぶ時にありがちなミスとしては、その手首がこう外に向くというか、はい、向いた時に薄く抜くパターンが多いかなって。どういうこと？こう構えてて手首が、うん、ちょっとだけこうなるみたいな、はい、だからこれをこうなるってこと？大げさに言うとこうなるってことですか？回るんじゃなくて、はい、少しこう向くイメージです。こう向くイメージです。球ごと向くイメージです。はい、はい、なるほどね、はい、このまま出すのが普通なんですけど、はい、これがこうなるってこと？まあ、少し球先が右に逃げがち、右にこうなるってことね、はい、普通だったらこうなるのが、はいはい、こうなるってことじゃない？それを気をつけるために右側にちょっと壁を意識して、あ、こっちの壁を、そうですね、これがここをちょっとこうならないようにロックした状態でつきますね、はい、こういう右振りとかはちゃんとね、こうやって、はい、あーは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 ー、ここにここを意識してね、壁を、うん、逆に厚く飛ばす、これで厚く飛ばすんだったら、はい、左側にロックつくる。あ、なるほど、ちょっと追っかけるようについちゃう人もいるでしょうし、それは人それぞれだと思うから。なるほど、自分のストロークの癖を言って、そうですね、こういう時はどちらかというと右に手首が逃げがちだから、うん、本当に逃げてるのか分かんないんですよ、はい、あのこっち側にちょっと壁を意識してと。そうです、そうです、逆の人はこっち側に壁を意識して。そうです、そうです。なるほど、はい、じゃ あのカットの時も一緒ですか？こういう薄い球のカットの時、ああ、もうこういうのもやっぱ右側にロックを作ります。ああ、なるほどね。だからもうこれは一応あの厚みはあのイメージボールですか、はい、イメージボールというかイマジナリーポイントで僕は見てます。出た出た、何イマジナリーポイントは、イメージボールの中心点、ここ、うん、ここがピコってもう出るんで、そこがピコって出る、うん、必ず出るんで。ちなみに今僕はピコって出てないんですけど、はい、それピコって出るためにはどうしたらいいんですか？僕はもう本当にビギナーに昔から教えてるのは、はい、この真後ろに立って、はい、球1個分引きなさいって教えてるんですよ、はいはい、で、半分、はい、ここがそのピコの場所じゃないですか。でこれいろいろ秘密があって、はい、1個分引くと、これ実は1個分じゃなくて、はい、横から取ってもらえると分かるとすごいでかいんです、はい、いや、すごいでかいですね、すごいでかいんです、はい、でもこっちから見ると、はい、ちょうど5番をパタンと倒したぐらい、はい、平面でパタンと倒したぐらいのサイズ感なんです、はいはい、で半分、まあ、根元とここの間ですね、はい、半分で、そうするとちょっと遠いんですけど、やっぱスローも込みだと結構これがちょうどよくてですね、はい、でこれもう一個秘密があって、はい、結構ビギナーの人とか C クラスの人っていきなりここ刺してることが多いんですよ、はい、これって一つの動作なんで、はい、ミスをジャッジするチェックポイントみたいなのが一個しかないんですよ、はい、これが合ってたかどうか、はい、要はこれとここからの距離ですよね、はい、が合ってたかどうかのチェックポイントが一個しかないんですけど、はい、僕の教え方だと1個、これがまず合ってたかどうかのチェックポイントに1つなってるんですよ、はい、でこれが1個が合っていれば、はい、この半分はもうほぼほぼ正解じゃないですか、はあはあ、っていうのもあって、この半分の時にこっからの距離でまたチェックポイントがもう1個あるんですね、はい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 、っていう感じでチェックポイントが2つとか3つになるんですね、はあはあ、この動作を入れることによって、でそのイマジナリーポイントができるところですね。そうですね、でこの動作を体でやるんで、はい、体も同時に記憶で残っていくというか、はい、動きとして残っていくというか、そうそう、そうここにイマジニーポイントがあるから、あそこを狙ってこれをつけばいいところですか？で、壁がある、壁を作る、俺は右にさばくから壁を作る、そこに、これ入ったら信じらんないんだけど入ってくれた、嘘だよ嘘だよ嘘だよ
だからあんだけ遠いイマジナリーポイントでもやっぱりスロー込みだと結構良かったりもするし、あとはそのやっぱ動作で覚えていくっていうのが記憶に残りやすいと思うんですよね。嘘だよ、ちょっともう一回これ超いやらしいけど僕ね、これ A クラスになるまでずっとやってましたね。もうひたすら測ってました。ここがイマジナリーポイント、はい、ここに向かって俺は外に捌くから壁を外を作って、嘘だよ、すごいちゃんと入れてくれる、かっこいい。マジで？ありがとうございます。これやり続けたらもう点が見えるようになります。確かに点が見えるようになります。もちろんね、強くついたり弱くついたりで、その点は移動させなきゃいけないんですけど、まあ、ベースとしての点が見えるんで、そこからボール作るだけなんで、そんなに難しくないでボール作るの、まあ、だんだん慣れてくるとサイズ感もしっかりしてくるんで。わかりました、イマジナリーポイント。イマジナリーポイント、はい、わかりました、ありがとうございます、うん、じゃあ次にはサイセプロのコンディションの中でワンラック練習を使うコツみたいな、なんかやってることってあったの？対策でよければ自分の押し加減とか引き加減とかって自分の体の中にあるんですけど、ストップだったらこれぐらいだな、これぐらい押すんだったらこれぐらいだなみたいな基準があるじゃないですか、自分のホームテーブルとかの。その基準を基本的には使います。で、使ってポジションプレーで縦旗で出した時にこの隠れるところに僕は設定するんだって言ったんですけど、まさにあれを使います。最初から度が隠れるところに設定します。で、そこに向かって全力でつきます。このテーブルは別に速くはないので、さっきはここ設定でこの辺まで隠れるはずなんですよ。でこの辺からやっと見えるぐらいだったじゃないですか。この設定を速いテーブルならもう全力でここに出してみます。自分のホームテーブルのイメージでここに全力で出してみます。そしたらタラ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 ってくる。結局速いテーブルにミスする時ってショットスピードが弱まるとミスするんですよ。結局この設定からこの台は速いからっつって弾くんですね。そうすると先球も入らないし、力加減はもしかしたら合ってたのかもしれないけど、やっぱ球出しのバランスが崩れちゃうんで、そうすると入らないんで、なるべく球は出る状態にしてあげた方がいいんで、必ず弱い設定にします。20センチ弱い設定、50センチ、1メートル弱い設定みたいな感じで、弱い設定に全力で出します。なるほどね、しっかりとそこに弱い設定を疑わず。なるほど、全力で出します。分かりました、それで微調整していきます。なるほどね、分かりました、ありがとうございます。じゃあ続きまして、サイズプロがアマチュアの頃とかにやってた、まず練習、こんなことやってたよみたいなのがあれば教えてもらっていいですか？どれを教えたらいいですか？一番多くやった練習、うん、一番多くやった練習はもう本当に縦の押し加減引き加減ですね。これをひたすらやりました僕は、うん、はい、だからこれをここポイントがあるじゃないですか、はい、このポイントを目指してちゃんと1ポイント押す、2ポイント押す、3ポイント押す、4ポイント押すみたいなのをもうひたすらやりました、ね、やれた、はい、じゃあ引きも一緒で引きの場合は1ポイントにしないといけないので、はい、1ポイント離れたのも1ポイント、はい、2ポイント、3ポイント、4ポイント、5ポイント、6ポイント、7ポイントみたいな。でこれをできるようになったら半ポイント刻みでやってみたいなのを、だもう本当に縦の力加減にものすごい自信があるんで、はい、基本的にそれを振りがあるときに当てはめてるだけなので、なるほど、はい、だから力加減の種類は多いかな。だから今軽くじゃあそれを僕ちょっと教えてもらうとしては、じゃあワンポイントもうそれも感覚なんですか？同点、僕が練習したのは基本的には一番上だったり一番下だったりです。やっぱり同点を変えるのは応用編になってくるんで、ベースは一番上をついて押し球のスピードのコントロールで、引き球も一番基本的には一番下をついて引き球のコントロールがベースだと。じゃあもう普通にこう球屋に行って来て、これでそれをねワンポイント、ツーポイント、スリーポイントを練習しようと思って押す同点、毎回同じ同点、そうですね、はい、でスピードをいじっていく、ワンポイントカンポとかを、はい、僕はこれをいつも唱えながら、はい、心の中で唱えながらやってるんで、スリーポイントって言ったら、はい、もう勝手にスリーポイントの力加減がふわっと出てくる。じゃあスリーポイントスリーポイントで唱えたらそんななるわけ？なりますね。なりますか？なりますね。なるやんけ嘘でしょまあそれはそれですごいけど、まあ、僕はいっぱいやったんで唱えたら出てくるんですけど。なるほどね、まあ、これを仕事前やったんですね。そうです、そうです、そうです。ちなみに今最近やってる練習法って何かありますか？まあ、マニアックな練習ですけどね。何球にはなっちゃうんですけど、例えばこういう球を完全に土手ですね。そうですね、まあ、ちょっとだけ左下の同点があるんですけど、例えばどうしたらこれをここに落とす、はい、落としてここに持ってくるっていうのを、はい、何をしたらその確率が高まっていくかなみたいなのを探したりしてますね。例えばこれもさっき言ったロックを使ったり、はい、グリップの圧を抜いたり、はい、グリップの圧を逆に入れてみたりとか、はい、まあ、そういう研究ですね、やることっていったら。でその中でその日まとまったものとかを試合に持っていくっていうパターンなんですけど、
確率が高いものを探ってるってことですか。そうですね、この中でどれが一番確率高いんだろうみたいなのを探ります。でそれを見つけれると、まあ、身になるというか。なるほどね、はいはい、とにかくすげえ難しいけど世界のトップは入れそうだなみたいな球ですよね、はいはい、こういう土手、はい、土手でなんかね、はい、すげえ難しいんだけどこれを10割入れるの相当難しいじゃないですか、はい、だからなんかコツが絶対あると思うし、それを自分なりに作りたいなと思ってますね。っていうのをやってると。そうですね、こういうのを探るのをやってます。わかりました、ありがとうございます。じゃあ今日試合やってみて、はい、僕にこういうことを日頃練習してたら今日の金子よりも1週間後1ヶ月後の金子は上手になってるよっていう練習があったら、まあ、ちょっと1個気になったのは、はいはい、ここで8番がこういう感じになってた配置があったと思うんですよ、はいはい、で、 あで向こう、はい、7番に対して、まあ、この辺出ましたね。なんか意外とそこそこいい振りが出たんですよね。そうこの辺だって、はい、もう構えてる動点が全然違います、ね、あなるほど、そう間違いですよ、はい、なので、はい、その辺に多分まだ誤解があると思うんですよね、はい、その誤解を解消してあげたいなみたいな感じです。どういうことかっていうと、例えばこの球をまっすぐだと仮定します。この手玉からま、はい、っすぐだと仮定します、はい、強いストップショットをする時の動点を教えてください。どの辺つきますか。待ってくださいね。強いストップショット、はい、あこの辺ですかね、強かった。あこんなに下つくんだよね。それでちょっと止めてみてください、ね、この辺で、はい、ああ、でもでもストップです ね、 ですね、ストップなってますね、はい、なってますね。なるほどね。ってことはちょっと僕のイメージよりは下をつく派なんですね。でちなみにこの2番ってここに持ってくるとき、はい、どこ構えたか覚えてますかな、はい、今もう左下でしたね完全に。そうなんですよ、はい、ちょっと構えてみてください。この辺ですね。もう引けるべき同点、引けるべくして引けました、はいはい、なので同点がそもそも間違ってます、はいはいはい、これって90度分離したらこの辺かな、確かに、この辺ですよね。確かに。でここから脳で走ったとしてもこうですよ ね、 そうですね、確かに。でひねりがちょっと入っただけでもだいぶいっちゃいますよね、はいはい、だいぶいっちゃいますよね。ってことはもう引けたらもうこれアウト、アウトなんですね。アウトなんですよ。アウトでした。なのでこれはむしろちょっと押さなきゃいけない配置で、押す、多分そこでやっぱ誤解があるんですよ。出た、押す、そこで押すって思ってますよね。そうこれやっぱひねった方が入るじゃないですか、はい、だからひねりは取っときたいんですね、はい、取っときたいのでこっからワンタップひねったらもう行き過ぎたんですよ、はいはい、これこの辺、ね、ポイントに向かうような感じじゃないですか、はいはい、だからまあ表面で言ったらもう 2.5 ミリ落ちるぐらいの感じですよね、はいはい、じゃないといけないわけだって。これ90度分離だけで下手したらそっち行っちゃうんですよ。確かに。これもらいびねりもあるって考えるともう行っちゃうんですよ、はいはい、ってことはストップのもらいびねりぐらいに行っちゃうんですけど、はい、ひねりをもらわなかったりひねりがここで消えちゃった場合は行かないでスクラッチとかもあるので、はい、やっぱりひねっといた方が安定はするんですよね、はい、でこれひねるってことはもうそこ行かないんですよ、はい、ストップした、はい、押すしかない、押すしかない、はい、そうなんです。なのでもう一回これに戻りますね、はい、これをここまで押してほしいんです。はい、わかりました、うん、その同点を教えてほしいです、はい、ちょっと強めだとここです。はい、じゃあそのままついてみてください。そういう感じですよね、ちょっと前行ってますよね、はい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 、その同点をここでついてほしいんですよ。それが僕らが言ってる押す、それで、押す、まあ、順ひねって順でいいですか。そうです、はいはい、ちょっと押す、はい、そうです。だから戻す、ここでストップ、うん、これでストップ、これで押す、はい、ちょっと押す、はい、ちょっと押す、はい、ああ、そういう感じです。ああ、できる。なので戻すときに押すことがあるってことを覚えてほしい。なるほどね、はい、だから引くはないですね。そう、引くっていう選択はないですね、はい、ここがストップだからちょっと押す、ここ、はい、そうです。ああ、そういうこと。かなり正確にきますよね。うそや、かなり正確にきますよね。俺上手な人の球になってる今。そうですよね、戻すイコール引くになっちゃってたんで、はい、これ覚えてもらえると飛躍的に上手くなるかな。ああ、これはそうですね、はい、ありすげー楽しい。これが本当に一番気になりました。僕もいろんなプレイヤー見てるんでやっぱそういうプレイヤーはいっぱいいるんで。なるほどね、すげえ。戻すイコール下、これで今のでも多分もうちょっとランク上がりましたね、うん、はい、ありがとうございます、ためになりました、はい、練習していきます、はい。